これから株式会社東金の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。まずはじめに会社のメイン業務と会社の強みを教えてください。はい、我々は株式会社東金は素材からデバイスまで一貫した生産を行っております。次に今回の展示会での一押しの出展製品とその強みについて教えてください。はい、今回の展示会ではこちらの圧電式振動センサーをご紹介させていただきます。でこちらデモにありますように、モーターの振動を検知して、ベアリング等の異常検知に、もともと期した圧電センサーを準備しております。で特に最近ですとモーターの故障予知に対して、ニーズが高まってきてますので、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、我々株式会社東金は、こちらの展示物以外でもいろんな製品を取り扱っております。ホームページの方にもいろいろございますので、ご覧いただければと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。以上で株式会社東金の紹介を終わります。